ねえ、コナン君、蘭姉ちゃん、どうしたの？コナン君って、もしかして、新一なの？何を言ってるんだよ！僕が新一兄ちゃん？そんなわけないじゃないか！だって、どう考えたっておかしいもの。小学1年生にしては頭が良すぎるし、サッカーも上手いし、そんなことないよ！ほら、そばかすのやつだって、小学1年生とは思えないほど色々知ってるじゃないか！そばかすのやつは黒幕説が流れていたくらいだから確かに怪しいけど、やっぱり一番怪しいのはコナン君よ。バロー！なんで俺が怪しいんだよ！ほら、バローって、それ、新一の口癖じゃない。それに俺って、今学校ではバーローが流行ってるんだよ。ランはそんなことも知らないのか？ほら、そうやってたまに私のことをランって呼び捨てにするよね。いや、これはその、なんていうか、新一が私の前から姿を消したのもコナン君が現れてからよね。そうだったかな。蘭姉ちゃんの勘違いじゃない？そんなことないわよ。やっぱり、コナン君が新一だったのね。だからこれはあれがあれで、あれはあれが、それがそれでそのままあれがだ。まだ新一じゃないっていうの？そうだよ。僕は新一兄ちゃんじゃなくて、コナンだよ。じゃあ、見せてよ。え？証明して見せてよ。どうやって？新一だったら、私の角ドリルを受け止めることができるはず。は？だから、新一だったら、私の角ドリルを受け止めることができるはず。いや、2回言っても意味わかんない。あなた一体何を言ってんの？角ドリル？は？つまり、受け止めることができたら新一。受け止めきれず死んだら新一じゃないってこと。行くわよ。いや、何してんの？何してんのこれ？全く意味わかんないんですけど。てかこんなの新一の時も無理なんですけど。てか本当に人違いだったとしても、検証の結果死者が出るんですけど。死ねー！いや死ね言うてるし。なんなのこの人、やばいやばい。麻酔針くれ。うわ、全然効かない。逃げろ。待てやー！このままじゃ殺されてしまう。これならどうだ？えい！これもダメだ。死ねー！いやー！誰か助けてー！危ない！誰？